なんかやってくれそうな人を探して。はい。はい、いける。二段目だと思っちゃったんで。クザムシ？持つの？持つの？持つの？触れ合いたいって。触れ合いたいって。全然嫌だ。クザムシの触れ合い全然嫌だ。誰かちょっと試しに。ちょっと一回。ちょっと一回、そういうのありますよね。ちょっと一回どうぞ。結構リアリー、ちょっと一回どうぞ。あの悪さしない、悪さしない。野生のクザムシ。まあいくらでもいい。触れ合い。触れ合い。触れ合い。待って、どういう触り方があって。よくいける。え、手やるとこう登ってくるよみたいな。意外と可能かも。登ってやるよ。無理だよ。こういう感じ。そうです。そのまま。おお、すごい。すごい。これ。これこれ。上がってきた。結構無理。結構無理。結構無理。やばいやばい。結構無理。そうそうした。さあどうぞ誰か。なんかやってもらうときはなんかあのアームカバーみたいな、箱の中身はなんだろうなみたいな感じ。え？いや、透明な箱です。透明な箱でティッシュケースみたいなやつから、上から見えるけど登ってこない。あ、なるほどね。いや、お客さん飛んでいくんじゃない。大丈夫、好きな人は分かんない。好きなのかな、ちびっことか。いやどう、でも、どう変わらない今の日の小学生セールスする気なしなんじゃねえか。いやでも、いやでも全然、いやこれ全部僕が捕まえてきたんで、全然僕は知らない、知らない、知らない、ごめんなさい、知らない。このレイアウトによってはその私らの思ってるゴキブリ感みたいなないかもね。なんかマジのなんていうの、水槽、綺麗な水槽にこれが入ってたらカニみたいな感じで触れるかもしれない。ああ、ね、挟まれた。ちょっとレイアウトによってはいけるかも。この辺見て、まあ、ちょっと一緒いかもしれんな。ちょっと密集の裏側きつくないですか。裏側きついかも。密集するんだね。なんみんな、うん、なっちゃったね。もう目が細くなってるみんな。目がね。裏だ。裏だ。こう、誰かこう。裏？誰かこう。裏、裏、裏。お疲れ様です。お疲れ様です。裏がちょっと、お腹の部分。あちょっと。ちょっと行ってみようかな。お。おお。おすごい。顔。全く嬉しそうではない感じ。でも、ちっちゃいのだったらいいかも。このドデカがいるのがちょっとゴキブリ感。確かにこう噛んだりしないんですか、フナムシって。噛んだりしないですね。本当にグソクムシと同じ類でしょ。あ、そうです、そうです。でもグソクは私マジで無理なんですけど、だってグソクさんは死ぬほどでかいし、なんか全然ないけど、いけそうな気がして。赤ちゃん集めたら、赤ちゃん、うん、赤ちゃん、赤ちゃん産ませたら。フナムシの触れ合い体験やってますけど、どうですか。どうですか。待って、ちょっと可愛い。あのちっちゃい子はちょっとまだ可愛く見えてくるかもしれない。れてくれからちゃんと可愛いやってみようかな。だんだんだ、見てたら可愛くなるから手入れないよ。でも上からちゃんなら、待って、やばいかもしれない。上からちゃん、これが可愛い。確かに。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。食べるとエビみたいな味とかいいよ。そうなんですか。